はい、始まりました FUG フットボールアンダーグラウンド。予定よりも随分遅れてしまいましたが、今日もよろしくお願いいたします。山川浩一でございます。ありがとう。はい、ということですね、今日3月10日なんですけれど、この後2時過ぎですかね、浦和レッズはですね、ダビッド・モーベルク選手の入団会見、リモートなんですけれど、ございます。そういうことで私、参加してみたいと思っておりますので、参加してみたいというか、参加する予定ですので、そちらの方の話はですね、また、印象を、どうしてもね、パソコン越しになってしまいますけれど、表情等わかりますので、皆さんにまた伝えられたらなと思います。改めまして、吉田浩一です。昭和44年、1969年、4月生まれの52歳。来月には53歳になります。はい。ということでですね、同世代の方に向けて、この FUG フットボールアンダーグラウンドをお届けしております。J リーグが始まった頃にですね、スタジアムに熱心に通ったり、もちろん今もずっと通っているっていう方はいると思うんですけど、ね、その当時、若かったあなたに向けてですね、配信をしております。もちろん、その当時、もう若いどころかですね、まだ中学生だった、小学生だった、そういうあなたにもですね、お届けしたいなと。小学生って言ってもそこからですね、30年経ってますからね、小学校4年生でもう40歳です。まあ、逆に言うと、まあ40歳なんて言ったら、ドンピシャでしょ、J リーグ始まって。もう、右も左も J リーグ、歩けば J リーグ。ね、学校でね、野球帽じゃなくて J リーグカテゴリー1で買った。カテゴリー1覚えてますか？カテゴリー1で買ったその帽子、緑の帽子が大人気だったみたいですけどね。赤い帽子かぶってると、なお前レッツなのなんて言われたかもしれないですけどね。時代変わればね、ベルディどこ行っちゃったんでしょうね。J2 によりますけれど。簡単に言うと絶対なんてないんだっていうことですね。今 J リーグで皆さん教えてもらってるのかなと。思いますけれど、ね、そういった世代の方に向けて配信しております。もちろんまだ生まれてなかったなんていう方もたくさんいらっしゃると思います。そういう方が聞いてもですね、まあちょっと会社の上司であったり、あるいは父親母親、そういう世代の人たちがどんなことを考えて、また今どんな風にして暮らしているのか、過ごしているのか、そういうのを会話見てもらえればいいかなと思っております。はい。秋山さん、吉田さん、皆さん、こんにちは。今日もご挨拶だけ、後でご覧になっていただければですね。ああ、いいですね。そして、ヒーローといえば福田正彦さんですか。ね、ということで、あなたと同世代のヒーローを教えてくださいというのが今日のテーマでございます。大久保さん、こんにちは。よろしくお願いします。富山は晴れています。祝浦和レッズ30周年。そうなんですよね。気がつけば30周年でございます。はい。あっという間だったですね。あっという間だったですね。初めての試合は1992年の4月4日じゃないですかね。俺、行かなかったですかね。タイのオートポーソリティということ、やったと思うんですけれど。あ、今日なんですよ。俺知らなかったですね。今日、じゃ夜やりましょう、また。本日3月10日木曜日、浦和レッズは設立30周年を迎えました。ね、30年前の今日、サッカーの街、浦和に誕生したこのクラブは、ホームタウン、埼玉市を中心とする多くの皆様のに愛され続け、支えいただき、今日という日まで一日一日歩んできました。浦和レッズの年表には、J リーグ開幕戦初勝利、J2 リーグへの降格、J1 リーグへの復帰、初タイトル、初めての J1 リーグ優勝、AFC チャンピオンズリーグ優勝など数々の出来事やタイトルが記載されています。それらは森高治初代監督から始まり、それぞれの年代の監督や選手たちと共に皆様が築いてきたものです。そして年表に見える出来事は歴史の中のごく一部です。30年という期間は日数にして1957日、その日々は浦和レッズとクラブに関わる全ての皆様との積み重ねでした。歓喜の中で流した日や、試合に負けて肩を落として帰った日だけではありません。公園でサッカーボールを蹴って遊んだ日も、学校で友人と語り合った日々も、
商店街へ買い物に出かけるときも、毎日の通勤でさえもそこに浦和レッズが存在し、皆様の生活が同時にありました。浦和レッズはサッカーをはじめとするスポーツの感動や喜びを伝え、スポーツが日常にある文化を育み、次世代へ向けて豊かな地域、社会を作っていきます。これが浦和レッズの理念であり、存在意義です。これからも続く皆様の人生に、浦和レッズというクラブがお役に立てられるように、クラブ一丸になって精進してまいります。これまで30年、浦和レッズを愛し、支えてくださった皆様へ心から感謝を申し上げます。そしてこれからも先もサッカーの街、浦和と共に戦っていきましょう。浦和レッズダイヤモンズ代表、立花良一です。ああ、懐かしい写真が載ってますね。これは調布のグラウンドですけどね。今、浦和レッズのオフィシャルのページを見ておりますけど、とてもいい写真載っておりますので、またとても素晴らしい挨拶するんです。立花さん、文章上手ですね。非常に今、これを読み上げながら思うことがありましたので、これを話題は、夜やりましょうか。夜やりましょう。はい。ということですね。カンさん、こんにちは。よろしくお願いします。ちょっとお疲れ気味ですが、また浦和の試合がある週末が近づいてまいりました。近づいてきました。モーベルグも無事に参加できて、浦和がどうなっていくのか楽しみです。F、こんにちは。近藤無線、こんにちは。あげちゃん、こんにちは。あ、まだですね。吉田さん、皆さん、こんにちは。ブリッジさん、吉田さん、皆さん、こんにちは。といつもありがとうございます。バッチつけていただいてね。小寺さん、吉田さん、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。やはりヒーローは同い年の福さんですね。あ、なるほどね。おじえめさん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。ということですね。私、もうわかりやすく、今日のサムネイルつけておりますけど、自分と同世代のヒーローって、僕と同じ年代のサッカー選手は結構いるので、ね、沢登り、森山、みんな同世代で、同級生で、野球界で言えば立浪、片岡なんてね、いるんですけれど。ただ、まあそうですね。同じ年齢でのスーパースターはやっぱり磯貝博満じゃないでしょうかね。沢登り、選手の、まあ今、清水のコーチですけど、イエスのコーチが、監督か。彼の言葉を借りれば、一言で言えば天才っていう、まさにそうだなと思います。もっと近くで彼のプレーを見たかったし、もっと見られる機会はあったんじゃないかな。彼が浦和レッズに移籍してくると聞いたときには、本当に胸を躍ったものでございます。ですが、天才だからなのか、また彼が29歳、シーズン途中に突然、やめるということを聞いたときもまた衝撃だったですね。監督は原さんじゃなかったらまたどうだったんでしょうね。なんていうふうに感じてはありますけど。はい。まあ、小野伸二と磯貝博満が中盤で躍動するなんていうのは、まあ、夢でしたね。まあでもその敵チームの選手としても本当に、素晴らしくやられたな、まあ、言ってましたね。磯貝あそこでフリーにしちゃダメじゃんみたいな、それくらいやっぱりリスペクトしていたんだろうなっていうことを今振り返って思います。今すごく身近でですね、話をできる友人としてもですね、大切な存在なんですけれど、やっぱりもったいない。彼と話をしていると、サッカーの話で非常に熱く、中からふつふつと込み上げてくる何か、なんていうんですかね、パワー、力みたいなのをいつも感じるんですよね。で、その彼が、やっぱりサッカーのことすごく語ってくれるし、サッカーのこと愛してるし、サッカーのこと大好きな人なんだなと思うんで、
ぱり話できないかなと思って、まあ、サッカーだけではないんですけど、同世代の人たちに向けて、天才と言われたあのカリスマのですね、メッセージを伝えていきたいなと思いまして、今、YouTube 解説準備中でございます。よしプロジェクトでやっていこうじゃねえかってことで、毎日じゃないですけど、やり取りしております。交互期待、カミングスンでございます。うん。こんにちは、よろしくお願いします。ね。そして、小松さん、こんにちは、よろしくお願いします。キューピー、こんにちは。大久保さん、磯貝さん、森山さんはサッカー雑誌の高校選手権特集でも別格の扱いでしたね。そうですね。まあ、提供が別格でしたからね。ああ、なるほどね。OGM さん、同学年となりますと、清水エスパルスの市川大輔でしょうか。ちなみに、後から知ったことですが、J ユースの全国大会予選で対戦相手にいたようです。ああ、いいですね。そういうのね。魂浦さん、こんにちは。よろしくお願いします。ぜひ皆さんで、皆さんの世代のヒーロー、教えていただければなと思います。もちろん、サッカーに限ってではないです。全然構わないです。僕のね、まあ、吉沢の世代から人が、自分昭和44年生まれですけれど、ふと振り返ったときに、スポーツで言ったら、まあ、その、さっき言ったように、提供のね、面々っていうのは、すげえなって、やっぱヒーローだったですね。そこは、間違いないですね。うん、そうだな。まあ本当にスターが多くて、まあ帝京が本当にスター軍団で有名な選手いっぱいいるわけですよ。ね、まあ本田選手もそうですし、ね、さっき言った森山もそうですし、磯貝森山。飯島、あとは、横森、今みんなスターですよ。でそういった選手が帝京にいたわけですけど、高校2年の時はね、アデミール・サントスがいる、東海大一高が全国優勝するんですけど、そこのメンバーにはね、平沢っていうのがいたりとか、そしてもちろん沢登り、正木がいたりとか、まあ本当にスター揃いの学年だったんですけれど、はい、野球な、あとあれですね、帝京は芝草、広志、宇宙、ね、今帝京長岡高校の監督さんですけれど、そういったスターが、まあまあ、同じところにね、すごく固まっていたっていうのはびっくりなんですけど、まあ、さらに、まあ、広げていったら、きりはないんですけど、高校野球は、まあ、さっき立浪、片岡なんて言ったんですけど、橋本もそうかな、なんですけど、まだ PL はすごいですけど、まあ、サッカーの、提供、野球で言えば PL みたいな時代じゃないですか。で、まあ、同学年では、後に西武に行った鈴木ですね、賢治かな。で、PL の、まあそうは言っても、やっぱり、あれですよね、清原、桑田、ここには、勝てないんじゃないかなって。半端なくなんか、僕らの世代って、岡部見てたじゃないですか。そう、ドカベンの世界が、なんかリアルになったみたいな、そんな感じがしましたね。そんな風にいつも見てましたね。
鈴木健じゃない、鈴木健だよね。すみません、鈴木健で。あの、野球で言えばね。で、同世代の浦和学院だった。その、ドカベンが見てて、まあ、メイクン高校なんですけど、そこに、山田太郎がいて、里中がいて、殿間がいて、岩木がいて、なんていうのが、すごくこう、イメージで、その子供の時に焼きついていて、それをリアルに見て、毎回 PL 学園が出てきて、ホームラン王がいて、ピッチャーがすごくて、みたいな。そう、もうたまらないです。後にね、やっぱり、旗で選手のお父さんもね、その PL 学園にいたんだっていうのを言うと、を聞いて、びっくりしましたね。びっくりしましたというか、そうなのか、って。カンさん、同い年のサッカー選手といえば、サッカーをやっていた高校時代、プロもなく、ワールドカップどころか、オリンピックも夢のまた夢のような世代です。ヒーローというか、かっこいいなと思ったのは、清水東のサッカーでサンバガラスでした。長谷川健太さんはいい選手だなと思っていましたね。サッカー選手なら JSL で見て衝撃を受けたのはリドハーフナーでした。こんな選手が日本に来たのかという驚きでした。まあ、僕は、まあ、やっぱりサッカーどころで生まれているのもあって、さらに第1回全日本少年サッカー大会、今 U12 って名前変わりましたけど、その第1回大会はサンバガラス率いる清水が、応用した清水 FC、まあ、選抜チームですね。と、埼玉県代表、与野下落合少年団。ここが3対3のゲームするんですけど、まあ僕は与野市出身だったので、もう自然と、サンバガラスの存在をその頃から知ってるわけですよ。健太といえば、やっぱりその、第1回大会のスタートでございますから。で、そこからですね、高校サッカーでもスターになる。あれですね。サッカーマガジンとかでもね、後ろの方に小さく載るんですよね。清水健太、長谷川健太、今こうだよ、みたいな。そういうのを懐かしく覚えてますけど、それで高校選手権では大活躍、優勝も果たして、2年生の時ですか。3年の時は帝京に負けちゃうんです。で、筑波大学に、ね、筑波大学ではその敗れた、帝京高校の平岡さんと、本メンバーになるわけです。帝京のキャプテンね。まあ、で、平岡さんがキャプテン、長谷川健太さんが副キャプテンだったと思いますけど。まあ、野球の、その、さっき言ったドカベンの、なんか実写版みたいに思ってた PL 学園がいて、桑田、清原がいて、KK ですよ。ね、もちろん、その、まあ、高校野球、その前が、池田高校があって、ね、水野、投げてよ、4番。江上、キャッチャーですね。で、そんな、こう、キャラクターがすごく揃っている時期に、まあ、PL 学園、ほら、砦二高に負けるわけですよ。こう、ヤンキーの人がいてね、石田さんとか。でも、それがまた、で、後で話を聞いて、リアリティ、うわ、すごい話だなと思うんですけど、桑田さんはね、PL 学園の短い休みがあったときに、わざわざどうして砦二高に負けたんだろうって、砦二高に尋ねたっていうのが、すげえなーみたいな話があって、まさになんかこう、漫画の世界みたいだなっていうので、まあ、その後のプロ野球に行ってからの二人の活躍もすごくて、まあ、今でもやっぱりヒーローですね。でももう一つ、芸能界みたいなところですね。自分がやるテレビの向こう側のヒーローったらトンネルズです、僕は。もう、ザ・トンネルズ世代です。トンネルズが、ノリさんが昨日かな、60歳になった。僕52じゃないですか。もう、ドンピシャの世代です。10個した中学生。トンネルズの10個した中学生、トンネルズの、まあ、僕ら8個下なんで、高校みたいなんで、まあ、
オールナイト富士から、オールナイト富士から、その、夕焼けにゃんにゃんの世代がドンピシャなんで。中学校の時、オールナイト富士、土曜日の夜に、眠い目をこう、こすりながら見て、短いね、アダルトビデオを紹介するコーナーが、おおみたいなね。いや、懐かしいんですけど。秋山さん、そろそろ仕事に戻りますこと、ありがとうございます。後ほどご覧になってください。近藤無線。サッカーなら中田英寿かロナウド。第五六カットで、ロナウドって言ったらそっちですか、大丈夫です。同世代、著名人を挙げる際、香取慎吾が伝わりやすいです。なるほど。近藤無線、そんな感じなんですね。ちょっと絞った方がいいかな。ロナウドよりも中田英寿の方に寄せた方がいいんじゃないか。松井さん、こんにちは。自分は平山、カレン・ロバート同世代でした。なるほど。メグさん。あ、メグさん、ご挨拶からね、スタートしましょう。清少の山田、ななみ。なるほど。なるほどね。ってことは、一船ワッキーと同じってことですね。うん。野球なら同県人に西武に行った伊藤、つともかな。あ、熊本工業出身で有名でしたね。そうですね。夏の県大会の決勝に伊藤がいる熊本工業と秋山がいる社高校を見に来ました。おー。ウリチさん。年は私より上でしたサッカーでは水の高さ。全然ね、野球は腹立つんですが、わかります。これはもうサッカーと野球でわかりやすいです。で、またどっちも女子にモテる。大久保さん、同学年だとバティスティータですね。で、PL 野球効果を覚えてしまうくらい見てました。あ、旗手選手のお父さんがショートを守っていたのを見てました。なるほどね。PL は、まあ、PL もそうですけど、僕は帝京の方が歌いますからね。別に好きなわけじゃないですよ。それくらい見たから覚えちゃったって話ですね。好きな人には申し訳ありませんが、同学年でも遠藤康人は嫌いなのでヒーローとは思ってません。今でも許せません。何が許せないのか書いてくれないとわからないんですけど。何が許せないのかな。何が許せないのか書いてくれたら、あーと思うんで。そうじゃないとわかんないんでね。サチさん、吉沢さん、FUG ファミリーの皆さん、こんにちは。同世代のヒーローは、家具長しかつ田中誠です。だね、と手先なので、アーカイブでちゃおうと。あー、なるほどね。同世代のね。私もお笑いはトンネル世代です。あ、そうですね。なので、まあ、もちろんトンネルズとダウンタウンっていうのがね、よく話に出てくるんですけど、別にダウンタウンが嫌いなわけじゃなくて、ダウンタウンの笑いっていうのを悪くある。全然、好きなんですけど、トンネルズはもう共感が受け、もう共感そのものなんですよ。そこで、してることをされてる人、関わってる人みたいなのが、全然自分にシンクロしちゃうんですよね。そこじゃないですかね。やっぱり、クラスにこういう人がいるみたいなね。そういう理由でなの？キューピー。J2 に置いて、時に残ってくれた小野伸二ですかね。ダメダメ、なんとかですかね、なんて。ヒーローだから。確定校で言ってもらえた。もういいんですよ。バンドでも構わないです。歌手でも構わないし。私、ヒーロー、これにはかなわないし、こう、その特別な存在だよね。はい。大したことじゃないじゃん。サイスターでの試合でしたから、倒れて梅崎選手、ボール当て込みましたので。うん。と、俺は思うよ。サッカーだから。例えば、どういうことかなっていうと、よくイギリス人と話すんだけど、イギリス人と話したときに、あ、こいつらに勝てねえなってやっぱ思えるところって、やっぱあるのは、イギリス人ね。イギリス人って、まあ、イギリス人って怒られるんですけど、イングランドだとかスコットランドとか、俺らそれぞれにあるんだって言われると。すいませんって言うんですけどね。申し訳ないって知らなくてごめんねって言うんですけど、その、要は、
人間っていうのは年を取るんだと。つまり昔は若いんだと。若い時にやんちゃの一つ、いたずらの一つ、あとは理にかなわないこと一つ、そんなことができない成人君主みたいなやつでそのまま育っちまったら、そいつ自体が問題じゃねえかって。で、あるんですよ。サッカーでも同じで、削ったって止めりゃいいななんて俺は思ってる時とあったんですよ。で、今思わないですよ。で、それは一つに教育もあるんですよ、そこで。それぞれのチームによっては、相手の足削っても止めろよって指導を受けたらやっぱそうなっちゃうんだよね。で、どこかで気がつけばいいんだけど。だから、まあ、覚えてますけど、別に俺からすると大したことないかなと思うんですね。早く立てよっていうのもあったんじゃないですか。わかんないです。別にエンドの肩を持つわけで。でも、俺の感覚から言うと、それぐらいのことは軽く流そうかな。なぜだって自分にとってあんまりプラスじゃないから。と僕は思います。イーさん、吉田さん、ファミリーの皆さん、こんにちは。同年代といえば、奥寺康彦さん、あと南光永井義和さんですかね、共に古川でいきました。まあ、そこまで言われちゃうとね、もう、たまりませんね。奥寺さんも、永井さんもお話をしたことはありますけど、奥寺さんボールも蹴ったことあるんですけど、永井さんめちゃくちゃ優しい方で、飲まないんですよ、永井さん。今でも、永井さん4月16日から誕生日で、イトバルスキーと同じだったと思うんですけど、SNS で誕生日おめでとうございますなんて言うと、しっかり帰ってくる方でね、すごいなと思います。まあ、誰が集めたわけじゃないんで、赤木敦一、伸び合う、共に戦う俺たちイレブンですね、汗に霞んだ目を開けて、男が目指す敵ゴール、パス、ドリブル、シュート。パス、ドリブル、ドリブル、壊せちゃったね。そういう赤き血の入れ込みですけどね。素晴らしいですね。今井さんとかね、話をすると、今井さんの2つ上かな、長さん。なので、非常にそのリスペクト度が半端ないです、ね。半端ないです。ちなみに俺、もう、あれけど、OGMS も、例えば俺、小笠原光雄に関しても、全然なんかありなんですよね。ありっていうか、でも、もったいねえなと思うところ、小笠原はあって、J リーグでもう一つ、もう二つ、チームは動いてたら、感覚違かったんじゃねえかなと思うんですよね。なので、ちょっと、それは許せねえなっていう、許せねえって許したくねえなっていう、ファールとかやっぱしますしね。で、それは彼をすごく下げちゃう感じがして、すごく嫌だなって逆に思うくらいです、僕はね。ね、彼は今のこうアカデミーの子を見たりしているポジションの中でどういうふうに、帝王が伝えていくのかっていうのはすごく興味がありますけど。でも、この79年の年代っていうのはすごい年代じゃないですか。うん、僕は好きです、遠藤は。すげえ不屈な男だと思います。2006年ワールドカップを見に行って、彼だけフィールドプレイヤー出て出られなかったって、まあ相当屈辱的なことなんですけど、そこからポジションを取って、結果的に日本で一番試合、日本代表として芝居に出てる選手ってすげえなと思います。単純に。年齢は10歳下なんです。なんで逆にね、嫌いな人には申し訳ないんですけど。ああ、そうなのね、矢野さん。こんにちは。同世代の日が興梠慎三です。たまりませんね。159ゴール目。早くあと11ゴール取って170ゴールで浦和レッズに凱旋を果たしてもらいたいなと思います。小池さんどうも、こんにちは。こんにちは。一言だけ。あの年は東海大一が準々決勝で帝京に PK 勝ち。でも2年連続国見と当たって国見がリベンジ。国見といえば長い。その前の年は園田だったですかね。って二宮も言いましたね。そうですね。で、ちなみにこの、国見が勝つことには全く問題がないんだと。俺が行かなくても、国見が優勝しても、全く不思議には俺は思っていないって言ったのが磯貝博光ですね。なぜなら、僕の代1969年、昭和44年生まれの、昭和44年、45年生まれの前中では優勝したのは国見中学校なんですね。
ズーさん。吉田さん、皆さん、こんにちは。私の同世代のヒーローは作家だと中田英寿、小野伸二です。そうですね。素晴らしいですね。まあ、まさに同世代で。文句のつけようのないヒーローですよね。と思います。僕、まあ、吉田的に見て、もちろん磯貝博満もそうなんですけど、そうですね。まあ、山木か、まあ。そうですね。ちょっとあるんで見てみましょうか。1987年ですね。87年、国見高校、園田修太、前の年じゃないですか。そうですね、小池さんのタッチの代ですね。そうですね、園田修太は68年生まれですね。45年、似合ってます、はい。自分の同じ代は、東海大中央ね、沢登り、吉田、この辺ですかね。で、平沢、濁沢。はい。で、永井とか山木は、俺の一個下ですね。原田武雄、その後、早稲田、テレッソ大阪でやった原田武雄が二個下から。うん、こんな感じですね。自分と同じ代は二宮博士。でしょうかね。一番ね、筑波大学行ってた。スター、筑波もスター軍団だったんですけどね。さて、そんな、OGM屋さんに嫌われちゃいそうなことを今発言しちゃいましたけど。面白いことで79年生まれにスターが多いって言うけど、80年生まれもスター多いですね、サッカー界ね。谷間の世代って言われましたけど、長くプレーした選手も多いですし、阿部勇樹なんてそうですね。うん。まあ、その、こうなんていうのかな、こう僕らは、僕の商売なんかは、その同世代の人間で話をすると、いや、俺の代だったら紛れもなくこいつだよ。絶対こいつだっていうあるんですね。だからさっき、誰だ、あれですね、どこだ、ありましたよね、川口義勝、あっこだ、メグさんが言った清正の山田七海っていうところなんですけど、まあ山田はすごいですね。みんないますね、山田言いますね。この世代。だから、その、ね、YouTube もやってて途中で、まあ、やめちゃったみたいなのも残念なんですけど、磯貝山田の YouTube なんてすげえなと思って見てました、ね。うん、まあ、いろんなものに影響を受けて、まあ、騙してくださいね。まあ、1960年生まれのマラドーナですかね、うん。10個上だとそういう感じになってきますね。もうまあヒーロー、もう本当のヒーローです、ね。ですから、まあ、僕の中の、まあ、ヒーローというか、まあ、アイドルです、ね。僕の中のアイドルって言ったら、帝京高校ですけど、川添光一さんですね。川添光一さんはもう僕の中のすごいヒーローですね。名取さんと同じ世代で。そう、やっぱ子供だったの。うん。うん、まあ、アイドルとヒーローっていうのはまた、まあ、同じようで違うのかな。うん。まあ、世界的に見ればもうずっと永遠っていう部分からもう不動の部分をピン押ししてるのもあるものであること。間違いないですけど、ペレの世代ではないので、ね。で、ちょっと上の世代はクライフっていう人たちが多いんですけども、僕の世代、からしばらくマラドーナっていう人たちは多いんじゃないですか、ないんじゃないですかね。もう絶対的な存在なんで、ヒーローとかアイドルとかいう言葉を超越してるのかなと思います。まあ浦和レッズでは
同級生はやっぱりいないんで、いなくはないですよ。いるんですけど、同級生で、もちろん、菊原志郎もプレイしたし、磯貝博光もプレイして、ね、あと、松本くんとかね、プレイしたっていうのはあるけれど、チームを引っ張るような存在の部分ではなかったと思います。一つ下だった池田信康とかがそうですけど、池田、ダブル池田ですね。池田太もそうですけど。でも、彼らじゃないんですよね。うん、そういうところって、福田正宏かな。うん、岡野正幸はヒーローかっていうと、時の人でね、あって。うん、なんか今も、岡野正幸っていうのは、立ち止まってない。ずっと歩んでってる人って、そういう感じ、イメージはあります。まだ、自分のね、もちろん、鳥取で GM というポジションにあるんだけど、サッカーに一緒に絡んでる人、そういう感じがしますね。福田正宏さんは、ダゾンの解説で、よく、会うことないですね。よく聞いてますけれど。うん、はい、そうですね。楽しい浦さん。水間さんも1960年ですね。仕事に戻ります。赤いバーストなんですけど。もうまさに1960年生まれっていうのがね、日本であったワールドユースがありますので、その時のメンバーの人たちっていうのは、柱谷浩一さんもそうですし、ね、その時に高校生で選ばれたのが、風間彌弘、名取敦。ね。あとは鈴木純さんですか。ね。そんな、人たちがいるんですけど、見てってみましょうかね。そういう部分で言うと。1965年くらいかな。1960年からでしょうか。60年代。スーパーヒロインなんていうので考えると、あれですよね。松田聖子さんのスーパーヒロインじゃないですか。ね、1900、僕らと同世代で言えば、本当にすごい、人たちかなと、こう思いますね。僕と同い年の有名人。吉田栄作。ね。的場浩司。らしいです。僕4月生まれなんで。森高千里だとね。でも、いやいや、全然、吉沢さんのアドバイスありがとうございます。もっと視点を広げて考えるようにしたいと。いや、せっかく同世代の人間なんで、もったいないじゃないですか。だって彼には彼に理由があって、梅崎にやったからってなんか弟いじめたやつがあって言うけど、弟が悪い場でやったりじゃないですか。サッカーやってたから分かると思うけど、ピッチの中でいろいろあったんじゃないですか。わかんねえけど、あったんじゃないですかねって。俺は結構そう考えるんです。キーさん、奥寺さんのドイツの活躍すごかったです。その後、尾崎さんもドイツで活躍しましたね。そうですね。FUG で何度も話してますけど、奥寺さんがドイツでプレーされた時は、1978年のシーズンですか。78年シーズン確か渡ったと思うんですけど、そこから約9年かな、プレーされたと思うんですけど、いい加減なこと言った。時々ね、時々日本に帰ってくるわけですよ。
それは今で言ったらね、ウィンターブレイカー、クリスマス休みの時かな、に戻ってくる感じだったと思うんですけど、そうですね、1977年、78年シーズンに、ドイツに移って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、最終的に10年シーズンかな。そうですね。1980年、81年シーズンは、リーグ戦で外国人枠、ミケルスが来て試合に使ってもらえなくなったんですね。それで、1試合しか出場、できなかったんですけど、その時に、オット・レハゲルがね、声をかけて、あ、嘘嘘。で、ヘルタ・ベルリンに移って、ヘルタ・ベルリンで、まあ、活躍をして、オットレハゲルに声をかけられて、で、ブレーメンに移るんですよね。で、ブレーメンがちょうど昇格メンバーかなんかだったと思うんですけど、それで5年かな、プレーして、で、ポジションも、まあ、フォワードから、ウィングのポジションから、あ、今でいうボランチのポジションに移り、最終的にサイドバックになるのかな。すごいですね。大活躍です。今、こう、見てますけれど、ほぼ、リーグ戦で、やめられ、日本に戻ってくる前年も33試合、その前の年も33試合、34試合フルで出た時もあるってことを考えると、すごいなと。で、ゴールも毎年決めてて、ドイツに行ってる10年間の中でゴールが決められなかったのは、リーグ戦出場が1試合しかなかった、1980年、81年シーズンだけで、残りのシーズンはすべて得点をしていると。素晴らしい。とても、もともとフォワード出身ということはあるかもしれないですけど、このゴールをしているってことを考えると、本当にすごい選手だったんだなと思います。今じゃないですからね。今の時代じゃなくて、本当にまさに先駆者先駆けだったっていうことを考えると、すごいなと思います。特別だなと。まあ、この奥寺さんのこととかに関してはね、また、まあ、以前も聞いてますけれど、またセニョールに聞いてみたいなと思います。まあ、奥寺さんが戻ってくるにあたってね、ライセンスっていうものをやっぱ見直さなければいけないっていうことだったと思うんですね。ですから、その、プロ選手をどういうふうに、どういうふうにこう考えるかっていう日本のサッカー界においても非常に重要な、この海外移籍だったのかなと思います。もともと秋田県出身なんですね。小学校5年生で、横浜に転居してっていうことなんですけれど、中学校からサッカーを始めて、相模工大附属、今の湘南工大附属に進学して、古川電工に入ったと。すごいですね。1976年に古川電工はブラジル工場を持っていた縁でブラジルのパルメイラスに2ヶ月留学したら急成長したと。ユース代表を経て日本代表に選出される。で、ムルデカ大会で7ゴールを挙げ、得点に輝き、天皇杯決勝でゴールを挙げて、ヤンマーを破り優勝したと。で、JSL でも得点王になって、ベストイレブンに選出されたら、ね。で、すごいですね。1977年の夏は日本代表がドイツに分散合宿したらしいです。で、二宮さんですね。当時の代表監督の二宮さんが、バイスバイラーと親しかったってことで、奥寺、西野明、金田信俊らをケルンの練習に参加された。当時ケルンはスピードのある左のウィングを探していて、バイスバイラーは奥寺に興味を持って、まあ、練習と称して、入団テスト、まあ、要はそこでセレクションをしてたらしいですね。そして帰国の3日前に、まあ、うちに来ないかっていう話をしたらしいんですけど。小寺さんは言葉ができないってことで、オファーを断ったらしいんですけれど、強い希望があって、当時の
当時のっていうか、古川の、その前の監督が川口さんだったらしいんですね。監督が鎌田さん。鎌田さんっていうのは一緒に旅したことあるんですよ。鎌田光代さん。メダリストじゃないかな。鎌田光代さん。すげえ優しい人でディフェンダーですね。はい、そうですね。銅メダリストですね。すげえ優しい人で一緒に旅をしたことあるんですけど。で、要は、川淵さん、鎌田さん、そして二宮さんからも移籍を後押しして、ドイツ行きを決意したそうですよ。はい。で、それ以降、まあ、日本代表に招集されることはなかったんですけどね。まあ、実際にはその後あるんですけど。奥寺さんは、ある意味で当時のサッカー小僧には生きる伝説でした。ブンデスリーガーで活躍は今でいうアニメのような存在でしたね。多分ね、カンさんとね、俺らちってやっぱ距離感があって、奥寺さんすげえなとは思ってるけど、伝説ではなかったですね。やっぱリアルな感じだったですね。そこはね、やっぱ距離感はある感じはする。だからいいじゃないですか、それは。そうなのかっていう部分で。多分、こういう話をこう聞ける環境が結構あるんですね。で、サッカーどころに住んでて、その、奥寺さんってこうなんだぜ、みたいなことやっぱ聞いてるわけですよ。で、当時聞いてたこと間違いないんですよ。そのままね。もう実際今になっても間違いはないな。天崎さんどうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。奥寺さんが戻ってきてプロ化が一気に広がった印象があります。スペシャルライセンスのプレイヤーでしたが、その後プロ化した選手たちはライセンスプレイヤーになったのですよね。あ、これ、カンさん聞いてないですか？これね、デニオールの回でやってるんですよね。はい。なので、また、こういう話を聞いてみたいと思います。どうして、ライセンスプレイヤーを作ったのかって話を、まあ以前したことあるんですけど、話がね、それよりどんどん大きくなっていっちゃうからね。大きくなっていっちゃうっていうのは広がっていっちゃうので、ここの話をしてる間にこっち行っちゃう場合があるんで、こっちの話に戻って、今度ライセンスに特化して聞いてみたい。はい。そういうのがありましたね。で、まあ、キーさんの話なんですけど、活躍がすごかったですねって時に、これはもう何度も言ってますけど、さっきも話途中になっちゃったけど、ウィンターブレイクで日本に戻ってきて、日本の情報番組、子供向けの情報番組とかも出てくれたわけですよ。で、そこで、サラリーはいくらって、今よりもね、もっとやっぱりストレートな質問を情報番組もしてくれたんですね。なので、その時に、日本のプロ野球の、トッププレイヤーと同じくらいはもらってますって話だったんですね。どういうことかっていうと、奥寺さんがプレイしていた年代なので、1982年にしましょうかね。1982年、プロ野球、年俸。プロ野球、年代別各1位は70年代から90年代までなんですね。はい。わかりやすいですね。もうこれ、王さんベースにして、81年、82年があるんですけど、おおむね、まあ、6000万円から8000万円みたいなところで、奥寺さん普通に日本のプロ野球の選手の、まあ、最高年俸の方と同じくらいもらってますっていう。多分、謙遜してたんで、もっともらってたと思うんですよ。まあ、ドイツマルクが、強くての時代なんで、だからこそ、またそういうことになったと思うんですけれど。それを聞いたときにすげえなって思いました。ええー、ってなりました。
そんなに稼いでるのっていうふうに思ったんですよね、うん。で、よくよく今見れば、プロ選手として、レギュラーとしてこれだけ試合に出たら、その金額だよねって思いますね。で、それに10倍したくらいの金額が、まあ、それぞれの、今の、うん、ヨーロッパでプレーしている人たちの、まあ、稼いでる金額なのかなって言ったら、まあ、納得いきますよね。あの、経済的な部分の成長を考えると。同世代というのであれば、ケミ側の東大グラウンドで練習して、いや、合宿した人はいるんですかね。今で言うと JBDH なようなものでしょうか。私は熊本に行ったので、多分雑誌以外での情報はなかったです。東京の大学に住んでテレ東を初めて知ったくらいですか。あ、よく、この前も磯貝君とまあ話も出たんですけど、東大のグラウンドでって、東大のグラウンドのケミ側のグラウンドから水間さんとかは学校、高校通ってましたか。嘘じゃなくて、本当の話です。会社員の人は、あの時のユース代表の会社員の人たちは会社に通ってました。はい。学校に通えない日もある。学校に行けない日もあるわけです。でも、面白いですね。水間さんなんて元々中学校ですから、その辺に住んでるのに、で、裏南高校に行ってるのに、学校に行くのをケミ側から行かなきゃいけない時があったわけです。はい。なんで、合宿行きたくねえっていうくらい、ですね。まあ、ナトリさんもだから同じですよね。ナトリさんは、木崎中なんですけど、中3の時かな、ハライチに越すんですよ。アゲオのハライチ。まあ、ね、まあ、漫才やったら、お笑いのハライチのコンビがいますけど、そのハライチです。第二産業道路ずっとまっすぐ行って、だとこにあるんですけど。で、もう、まあ、中学はこっちの子に来てたんですよ。で、帝国高校で、上尾から、まあ、毎日通ってたわけです。だからまあ、赤羽まで行って、そこから赤羽線乗って、十条でっていう生活を多分してたと思うんですけど、ユース代表の候補に選ばれたんで、ケミ側に行かれて、ケミ側から通う。そういうことをしたと思う。今度それ聞いてみますよ。聞いてみますよってか聞きましょう。ぜひね。で、当時どうだったのかって。まあ、水間さんもよく話して、いや、お前さ、お前わかるみたいなことをよく、そういう話を聞くことはできたんですけど、ちょっとそれを、その辺のところを、確認してみたいと思います。今日は、この後、デビッド・モーベルクの会見がございまして、そちらの方を参加してみたいと思います。そして、夜、今日2022年3月10日、ね、浦和レッズが創立30周年を迎えたということですので、その創立30周年を迎えた記念ライブをやりましょう。ね。やってみましょう。誰か呼べないかなと思ってるんですけど。ちょっとね、たくさん人はおりますが、このメンバーで始まったんだなと思うと、ちょっと感慨深いですね。初代のキャプテンは新藤さんかな。今でもサッカー界で活躍されている方が多いですね。とてもそういう意味では思い出に残ってます。あっという間の30年でした。はい。ということで、まあ、その時にまたモーベルクの話もできればいいなと思います。そうですね。何かもしかして彼に聞きたいことってございますかね。まあ、なかなか、あれなんですよ。入団会見で聞くことって、そんなに、突飛なことは聞けないんですよね。お疲れ様です。夜もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。余分なこと言っちゃったかな。まあ、僕はそんな風に思ってます。
まあ、だって、おじえめさん、この前さ、この前ね、やっぱりイライラしてりゃそういうこともあるわけですよ。レアンドロ・ダミアンが、ね、浦和レッズ戦では、アレクサンダー・ショルツに、おい、ちょっとそれ待ってよ、勘弁しろよってなったけど、じゃあ次ガンバ大阪戦でって言ったら、この石川選手からか、まあ、ゴールを奪った後に気遣うところを見せたよって。それをね、称賛されててって言って、普通じゃないかなと思うんですね。あれで、あのキーパーバカだなって言ったら、いや、言う人もいるんですよ。バカだ。でも、言ったら自分にそれ跳ね返ってきちゃうんでね。と思いますよ。で、むしろその、レアンドロ・ダミアンに削られたことがあるんだけど、ぐずぐず言わない、アレクサンダー・ショルツの、その、で、自分に、まあ、その、ファールを受けることっていうのは、納得いかないファールを受けることっていうのは、非常に不幸なことなんですけど、その時の立ち振る舞いによって、まあ、俗に好感度が上がるわけじゃないですか。それは、自然の立ち振る舞いでそういうふうにできるわけだから。で、それは問題だと僕は思うんですよね。言ってこいなんで。だから、人間なんで、本当にそういう部分が成人ではないので、ゲスな感情を思うことは普通にあると思うんですね。ただ、もし当てたあいつは許せねえよって言って許さねえと、自分もゲスな方に入っちまうのかなと思いますね。まあ、時にゲスでもいいやと思うことはあります。ありがとうございます。はい。まさきさん、お疲れ様でした。夜もまたよろしくお願いします。モベルグの会見内容楽しみにしています。まあ、多分夜になるともう他のところで出てると思うんでね。それを読んだ上で来てもらってもいいですか？すいません。そういうのを書くのが仕事の人もいるんで、まあ、僕もそうだって言われればそうなのかもしれないけど、まあ、もっと違うところ、真相深いところまで切り込んでいくのが自分の役割だと思ってますので、モベルクのことは、まあもちろん自分の印象はそこで伝えたいなと思いますけど、浦和レッズ30年ということなので、少し、何か考えてみたいと思います。はい。失礼いたします。エンディング。セミオルさんの話が楽しみです。そうですね。でも、セミュールは基本的にこの、浦和レッズの創立っていう時には、ヴェルディにいたと思うので。はい。むしろそっちの話の方がご機嫌かもしれないですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。チャオ。そして F、お疲れ様です。ありがとう。それではエンディングお聞きください。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いいたします。はい。チャンネル登録ね、こんなこと聞いたんですけど、チャンネル登録に、もう一回押しちゃったって、もう一回押すと登録解除になっちゃうんで、登録解除しちゃった人はもう一回押しといてください。すいません。これ意外な話で、登録解除したパン、しっぱなしだったっていうふうに言われて、いやいや、押してください。なんか、登録するって出るじゃないですか。だから、びっくりしたんですけど、ぜひ、もう一回押して登録解除されちゃうんで、もう一回登録してください。よろしくお願いします。毎回押さなくていいですよ。一回押せばもうそのまま登録できますから。これ皆さん、お疲れ様でした。おじえめさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。エンディングをお聞きください。